エリカガーセグハンガリー・ウクライナの歌手です。彼女は、ウクライナのグループのメンバーですぬ、ビルコス。エリカ・ゲルセグワの村で生まれましたマラドブロン、ザカルパッチャ州、ウクライナ。彼女の両親は両方とも民族です。マジャル人彼女の父親は、スロバキアのハンガリー人です。彼女の父親は、スロバキアのハンガリー人。母親は、ウクライナのハンガリー人です。 彼女の母国語はハンガリー語で、ハンガリー語の名前の形式はエリカガーセグ。学校ではハンガリー語で他のウクライナの学生と一緒に勉強しました。ジェルセグは1年生から5年生までハンガリーの町ザホニーの学校に通い、毎日ウクライナとハンガリーの国境を越えて学校に通う必要がありました。国境警備が厳しくなった時、彼女は ウクライナの村の学校に通い始めました。9年生から11年生まで、ゲルセグは近くの村ベリカドブロンの高校で学びました。2006年に彼女は出席し始めました。フェレンツラコチサブカルパティアハンガリー大学、ベレホフ市のサブカルパチアの改革派協会、トランスカルパチアの改革派協会に属するハンガリー語ウクライナ語学校。彼女は2009年に卒業しました。 在学中は、ウェイトレスとして働いていました。2008年、エリカゲルセグは、体重が減り、下着とジュエリーの広告のモデリングに取り組み始めました。2011年4月、彼女は、キエフに引っ越した。2012年に、彼女は、最初の契約を受け取り、フランスの下着を宣伝しました。同年、プレイボーイ11月号にも出演。 2013年のキャスティング賞で彼女と二人の同僚が選ばれた後、彼女はバンドのビルゴスに参加しました。キャスティングで歌わなければならない曲がパフォーマンスの直前に変更され、彼女のロシア語は新しい歌詞を学ぶのに十分ではなかった。彼女はショーでハンガリー語で即興演奏した。三人の女の子はヨーロッパと中東の多くの国で勝ち、現在バンド名で演奏しています。 ソロリストのエリッカ・ヘルセグは、ビアグラのポップグループを去り、バンドとの生放送中に歌手が出した声明を引用していった。エリカ・ゲルセグによると、彼女は代わりのカリスマ少女を探しています。私は長い間考え、決断しました。私はコンスタンティン・メラデーズと話しました。彼は私をサポートしましたとエリカは、プロデューサーコンスタンティン・メラデーズについて言及しました。 ソリストは約7年間のビルモスで働き、2020年の終わりまでグループに残ります。彼女はソロのキャリアに従事した後、ありがとうございます。